ネウストリア、またはネウストラシアは511年に始まったフランク王国において新たな土地を意味する地域。アキテーヌからイギリス海峡までを指し、現在のフランス北部のおよそ全体、都市はパリとソアソンを含む。したがってネウストリアはフランク人王国の西部を形成した。6世紀から8世紀にはメロビング朝支配下にあった。 この区別された一帯は、511年のクロービス一世の死後に彼の息子たちの間で領土分割が行われたことで生まれた。後に、セーヌ川とロワール川の間の地域が、レグヌム・ネウストリアへとして知られる地域となった。これは、カロリング町、西フランク王国の文王国として継続した。カロリング町の王たちは、ブルトン人とバイキングに対する偏教皇である。 ネウストリア辺境考領も創設した。この綱領はカペー朝時代の10世紀末まで続いた。ネウストリアはまたロンゴバルド属投地下において北西イタリアを指す用語としても用いられた。ネウストリアと対象となる北東部はアウストラシアと呼ばれ、この後は同様にフランク王国東部を指す用語でもあった。ネウストリアの領域。アキテーヌは ネウストリア、ブルグンとアウストラシアの諸領で複雑に区分されているアウストラシア王妃ブリュニヒルダの最後アウストラシア王、ジゲベルトの暗殺を命じる王妃フレデグンド・クロビス一世の子孫らによって定期的に領土再分割がなされた結果、200年以上の間多くの王公が現れることになり、アウストラシアと共にネウストリアもほぼ定期的に戦火に見舞われた。 相次ぐ戦争にもかかわらず、ネウストリアとアウストラシアは、数回事実上の再統合を経験している。最初は558年から562年まで収めた、クロタール一世時代であった。ネウストリア王妃、フレデグンドと、彼女の息子の新しい王クロタール二世とが、アウストラシアの王妃ブリュニヒルダとの勢力争いを続けたことが苦い。 戦争を勃発させた。フレデグンドが死に、サンドニ大聖堂に埋葬されると、クロタール2世は、アウストラシア王妃ブリュニヒルダとの交渉を続け、ブリュニヒルダが、家臣に裏切られた613年についに、クロタール2世が勝利した。クロタールは、ブリュニヒルダを、拷問台に縛り付け3日間放置させ、その後4頭の馬の間に鎖で繋がせ、獅子を八つ咲きにした。 クロタールは、アウストラシアとネウストリアの統合を達成したが、これは短期間で終わった。ダゴベルト一世時代、進行中の一族間の戦争がそれとは別の一時的な統合をもたらした。アウストラシアで、アルヌルフ家の旧最大グリモワルドが君主に対して、クーデターを起こした。ネウストリアの王で、シギベルトの弟クロービス二世は、大、 グリモワルドを排除し、王国をネウストリアへ再統合した。しかし一時的なものであった。クロビス2世のコクロタール3世の治世後、ネウストリアの王家は、以前のアウストラシアの王家同様、自身の救済に対し権限を割上した。678年、救済エブロインの地下にあったネウストリアは、アウストラシアを征服した。エブロインは八十一年に殺害され、 684年に、エブロイン自身の土地であるポアティエの司教、アンソワルドは、エブロイン最大の敵であった聖鋭、レオデガーに、自らの命を託した。687年、アウストラシアの救済ピピン2世はトルトリーで、ネウストリアを破り、今度は、アウストラシアの側から、アウストラシアと、ネウストリアを統合した。アウストラシアで暮らしていた、年代記作者らは、 自分たちの救済ピピン2世へさらに忠義を示した。ピピンの子孫たち、カロリング朝の人々は、救済として2つの王国を支配し続けた。ローマ教皇ステファヌス2世の祝福を受け、751年以降、カロリング朝のピピン3世は、正式にメロビング朝を王座から追放し、帝国の実権を掌握し、彼と彼の子孫らが王として支配した。 ネウストリア、アウストラシア、そしてブルグントは一つの権力の下で統合するようになり、ネウストリア、アウストラシアの名前は次第に消滅していった。748年、ピピン三世タンク王と救済カルロマンは彼らの弟であるグリフォへ、ネウストリアに属する十二の剣を与えた。この政策は、ドゥカトゥス・セノマンニクス、または、メーヌコと名付けられた。 これは、ネウストリアのレグヌムが旧世紀になって、代わりの名前となった。名称としてのネウストリアは、セーヌ川とロワール川の間の土地という意味において、用いられた。これは、レグヌムとして、カール大帝から、長子カールへ790年に与えられた。この時、王国の首長都市には、ーカールの宮廷として作られたルマンが現れて、来ていた。カロリングの ネウストリア王の首領たる義務は、ブルトン人に対して、フランク王国の創始国たる地位を守ることにあった。817年、フランク王類一世経験王は、ネウストリア王、自らの長子ロタール一世へ授けた。しかし、831年に、ロタールが反乱を起こすに伴い、彼は、ネウストリア王、次男のアキテーヌをペパン一世へ与え、838年に、 ペパンが死ぬと、シャルル2世へ与えた。アキテーヌと共に、ネウストリアは、シャルルの西フランク王国の主要な部分を形成した。この王国は、843年のベルダン条約により、皇帝から削られていた。856年に、ルイ2世キッツオン王を即位させると、シャルル2世は、ルマンにある、ネウストリア支配権を長子へ送る伝統を続けた。ルイ2世は、 ブルターニュをエリスポへの娘と結婚した。そして、フランク人有力者の同意を得た、ブルトン人王朝からレグヌムを授けられた。この一風変わったネウストリアの協力関係は、当時のイルド・フランスとパリを明らかに除外することで、どのように、ネウストリア王とブルトンとの隔たりが縮められたかを強調した。中央にいる、シャルル二世とは遠く、 エリスポエとは近かったためである。ルイ2世は父親によってネウストリア王に任命された最後のフランク王であった。息子のために文王国を創設する慣習が後のカロリング朝では減っていった。ネウストリアの辺境行は861年にカロリング朝の王シャルルトクト王が創設した。もともとは2種の辺境行があった。一つは ブルトン人に対するもの、残りは、ノース人に対するものであった。両辺強行はしばしば、ブルトン辺強行ノルマン辺強行と命名へ呼ばれた。王の任命した管理が務め、管理人、知事、辺強博と称した。911年、ロベール一世が二つの辺強行くらいを得て、デマルクスという称号を名乗った。彼の系統、 後のカペー家が987年までネウストリア全土を治めていた。987年、ユーグカペーが王に選出された。従属的なネウストリアの行為は、バイキングの絶頂期、ブルトン人の反乱といった節目に力を持ち変境白より勝った。カペー家がフランス王位につくという奇跡の後、 辺境港が任命されることはなく、ネウストリアはヨーロッパの政治的用語として消滅した。6世紀後半からフランク王国はネウストリア、アウストラシア、ブルグンとの各王国に明確に分割された。ソアソン、またはパリからネウストリアを治めた初期のオーラはここでは除外されている。最初は宮廷の長程度の意味しかなかったが、 次第に王の名において徐々に事実上の支配者となっていった。ルイ2世は857年11月に起きたエリスポエ暗殺に伴いルマンから追放された。統合されたネウストリア辺境港を収めたものだけが含まれている。ネウストリア辺境港の称号はブルトン人の辺境白とノース人の辺境白がどちらも初期に使用したが、 そのうちで最も知られているのはロベール4世で、後のカペー家の先祖にあたる。シュタル、同時代の年代記は、ネウストリア側からの視点で書かれたリベルイストリアへ、フランコルムである。2015年公開の日本映画、ヒーローには、ネウストリア公国という、ヨーロッパにあるという設定の架空の国家が登場する。ありがとうございます。